ロング、ロングバケーションは2017年のイタリア・フランスのドラマコメディ映画。監督はパオロ・ビルズイ、主演はドナルド・サザーランドとヘレン・ミレンが務めた。本作はマイケル・ザ・ドゥリアンが2009年に発表した小説、旅の終わりに、を原作としている。なお、サザーランドとミレンが共演するのは、オードの英雄、グン・イ・ベシュンの生涯以来27年ぶりのことである。 イタリアの映画監督であるビルズイにとって初の全編英語作品となる本作は2017年8月から9月にかけて開催された第74回ベネツィア国際映画祭で初上映された。スペンサー夫妻は50年以上連れ添った仲であったが、夫のジョンはアルツハイマー病で記憶を失いつつあり、妻のエラは末期がんに侵されていた。 自分たちに残された時間は少ないことを悟った二人は、オンボロの愛車を修理して、旅に出ることにした。目的地はジョンが愛好していた作家、アーネスト・ヘミングウェイの自宅があるフロリダ・キーズに決まった。長い旅の途中、二人は、一緒に歩んできた人生を追走していく。2016年5月12日、パオロ・ビルズイ監督の新作映画に、ヘレン・ミレンとドナルド・サザーランドが出演することに、 なったと報じられた。本作の主要撮影は同年7月にジョージア州アトランタで始まった。8月、撮影現場が洪水の被害に遭い、死傷者こそ出なかったものの自動車が損傷するという被害が出た。2017年8月30日、フォーカス・フィーチャーズが本作の全英配給系を購入したと報じられた。9月3日、本作は 第74回ベネツィア国際映画祭でプレミア上映された。22日、ソニーピクチャーズクラシックスが本作の全米配給券を獲得したと発表した。2018年3月9日、本作は全米28巻で限定公開され、公開初週末に113,708ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場35位となった。 本作に対する批評家の評価は伸び悩んでいる。映画批評集積サイトのロッテントマトズには100件のレビューがあり、批評家支持率は36%、平均点は10点満点で5.1点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ロング、ロングバケーションは演技の才能の不足に困っているということはないはずである。しかし、 同作のストーリー大部分は先が読めるもので、ほとんど語るべきものがない上慢なドラマに出していると、なっている。また、メトクリティックには23件のレビューがあり、過重平均値は45、100となっている。本作での演技によって、ヘレン・ミレンは第75回ゴールデングローブ賞の主演女優賞にノミネートされたが、受賞は逃した。ありがとうございます。